アンリン・アブリエル・イベルスは、フランスの画家、イラストレーターである。19世紀末のパリで活動した、芸術家の集団、ナビ派の画家の一人である。ポスターや出版物の挿絵で知られる、パリで生まれた。弟に、アナキストの雑誌や、書籍の出版に関わったアンドレ・イベルスがいる。イボ妹のルイーズも画家になった。1888年から、 パリの私立美術学校のアカデミー・ジュリアンで1年ほど学んだ後1889年に総合主義を提唱するナビ派の創立メンバーとなった。他のメンバーはアカデミー・ジュリアンで学んでいたピエール・ボナール、エルアール・ビューアール、モーリス・ドニポール・ランソンとポール・セルジエであった。イベルスは政治や社会問題に関心が高く新聞や雑誌の風刺画の分野でも活動した。 1890年から、エミール・プゲが創刊したアナキズムの新聞、レペール・ピナーや弟のアンドレが編集した、ラレビュー・アナーキストなどに差し絵を描いた。アンリド・トゥールーズ・ロートレック、テオフィル・アレクサンドル・スタンランダと並んで、劇場やキャバレーのために、多くのポスターを制作した。ありがとうございます。